どうも、毎度です。いやー、もうあれですね、季節はもう秋を通り越えてもう冬って感じですね。なんかね、いきなり冷え込んできましたけども、はい、もうね、この間からもうサマージャケットはやめて、もうレザージャケットになってます。こんな感じでね、はい、いやー、ほんまもう早いもんでね、もう10月ももう末ですわ。はい、多分これが日本帰る前のもう最後の動画になるんちゃうかなみたいな感じですね。今日が10月の何日、ちょっと思い出せへんかな。まあなんせね、とりあえずもうこの週末日曜日には日本に向かってるというような感じです。はい、いやほんまね、早かったね、10月までね。え、いやほんまなんちゅうか、あれやね、なんかもうあと1週間もないと思ったらちょっとドキドキしてきたね。まあまだちょっと荷物も全然まとめてないし、なんか何もやってないんやけども、なんかでギリギリあるまではちょっと、まあ、仕事もあったりとかで、まあなんかこう気持ちがそこに行かへんというか、まあ今週もう1週間ないんで、まあ今週中にはね、ちょっとバタバタっとまとめて、日本へね向かいたいと思ってます。はい、まあちょっとまだ今のところはまだはっきりと分かれへんかもしれへんけども、なんかちょうどね、今また日本台風が、近寄ってるみたいで、まあこれまで大変なんですけどね、まあこの間台風被害あったところなんでね、大変やと思うんですけども、まあ今回もね、まあ今回もというか、今回はあまり被害がねないことを祈りたいと思いますけども、まあでも僕にとっては今ちょっとまあ軽くね着といてもらったら、僕が帰ってから多分雨降れへんし台風も来えへんやろうから、それは願ったりからったり、あ、すいません、申し訳ない、ちょっと不謹慎ですね、そういうこと言うのはね、まああれなんですけども、まあいずれにせよね、まあ台風うまいこと日本それてもろて、まあ僕が帰ってる期間中もまあ快晴が続いてくれたらええなと祈ってます。はい、まあ今回もね、まあ2週間ぐらいの帰国ですけども、もう予定組んでるくれてる方とは会えるの楽しみにしてるし、もうね、予定組んでない方でもまた僕ツイッターなんかでもつぶやいて、突撃もしくはここ行きますよ的なツイートしたいと思いますんで、まあもしそこでね、お会いできる方いたらお会いしたいと思います。まあレンタルバイクについてもね、とりあえずまあ最終段階までこれ借りるっていうのはまだちょっと自分の中では決めてないんで、そのバイクが決まり次第ね、まあどんなバイクでこんなヘルメットかぶってますっていうのはツイッターで
ツイートしますんで、うん、もし、ね、そのバイクでこのヘルメットの風景のおっさん見かけたら気軽に声かけてください、うん、じゃあそういうことで、今回も、最後までご視聴どうも P でした。それでは皆さん日本で会えるのを楽しみにしてます。じゃあね、バイバーイ。